たらおはよう。おはよう。ちょっと出かけてくるよ。2月7日。職人体質ですね。そうやと思う。職人さん。自宅企業や。純子さんなんですよ。29番、はい、でそここの2人ですって怒る双子が出てるんですよ。あ、本当だ。でそれが鍵になってるのが、一緒にするっていうのが鍵になってるんですよ。ちょっと鳥肌立ってきた。なるほど。で仕事ってこれになるんですけども、ライバルがすごく多い多いライバルっていうのが出てるんですけど、仕事に対してのライバル、仕事に対してのライバル、はい、これも肉一ですね。あ、これ私と、これが袋も双子なんで、うん、ここに下が星なんですね、純子さんの下が星、純子さんの下が星ってことは、まあ、願いが叶うとか、あ、はい、夢、ずっと純子さんが描いてた夢とか、はい、夢が叶う、はいはいはい、で今それをそっちの方向を向いてるんですけど、出ますよ YouTube が。だから頑張ろう、頑張って頑張ろう。で降りてくると思うんですよ。毎回降りてきてるけど、なんか私なんか。そう、それをやったらもう成功します。それを信じてやる。ああ、信じてやり続けるで陰謀論。陰謀論って何、うん、やろ。陰謀論って好きじゃないですか。陰謀論って何、だから信じるか信じないかはあなた次第です。あなた次第です。あ、好き好き好き。
駄菓子。駄菓子の量ではないなめ猫やて、いや。なめ猫めっちゃ懐かしいな。なめ猫やりたい。2つで、はい、B セット2つ、これカニクリームコロッケと白身の、わかりました。 B セット2つで、カニクリームコロッケと白身の、うん、
かもしれない。可愛い人だ。可愛い人だ。ちょっと映える感じ。映える映える。かき氷も映えるけど。で最近見てたわ。どうですか。私ももうここ今ばっかりです。すごいね。すげえ。じゃん。可愛い。